こんばんは、ゆうのみキッチンです。フジロック楽しんでますか？現地の人もお家で配信見てる人も一緒に楽しみましょう。今回はフジロッカーならおおっと思ってくれるおつまみセットです。では早速どうぞ。よし、じゃあ始めましょうか。フジロックに乾杯しましょう。乾杯、チンチン、フジロックに乾杯。おお、ハイネケン久しぶりに飲んだけどうまいね。なんかフジロックといえばやっぱハイネケンだよね。よし、じゃあ始めましょう。はい、まずはとちおあげ。お湯に、お湯でちょっとね、油抜きしておきます。オッケーオッケー、ね、油抜きしながら他のことやりましょう。はい、豚串作っていきます。今回はね、サムギョプサル買ってきました。めんどくさいから。本当はね、あれ、じゃあ豚バラから切った方がいいのかもしれないけど、めんどくさいからさ、サクッと作れる方がいいじゃん。こんなもんだ、こんなもんか。スピードスピードスピードなんですよ今日は。そう、大丈夫大丈夫。これからさ、配信があるからさ、フジロックのそれ見たいから、うん、あのキセル見たいんだよ。まずは始まってる、始まってるね。じゃあ、私、ああ、いいな、行ってらっしゃい。いいよ、行っててもいいよ。くそ。薄情な女だよ。サイクになっちゃったけど、まあこんなもんでとりあえずいいか。ガンガン刺していきます。うん、それは知ってる。11時から。そう、あとね、あー、クソ失敗してる。そうだとダメだよね、こういうさ。そう、そうなんだよ。削減問題だ。それがあるからさ。やっぱさ、フジロックといえばハイネケンだよね。
ねえな。俺今飲んでる暇ねえけど。美味しいよね。また僕らさ、走ってきた後だから余計だよね。今日朝の2時から走って、朝っていうか夜っていうかね、100キロくらい、1250ワットかな。大丈夫。リアルに朝から飲んでたじゃん。ねえ。ねえ。あれ、寝剣だったっけ？キリンかなんかじゃなかったっけ？なんかキリン？うん。だから、そうそうそう。あれが楽しかったんだよね。私はそれもできないみたいだからさ、かわいそうだよね。まあしょうがないんだけど。ことをね、だよ。もうしてある。消えとらない。ね。全部使うんで、うん、いいよ、喋ってほしい、むしろ。ただし声は張ってほしい。いや、マイクつけたらこっからと届かない。雑だけど、はい、串打ち完了。こっちの2枚はね、なんか別の料理に使いましょう。内緒。ああ、出た。
あくっそ。まあそんなこともある。あ、こしょう。こしょう。大丈夫大丈夫。大丈夫大丈夫。エチゴの持ち豚で焼いたらどうだったんだけど、売ってなかったから、まあ、イタリア産の豚バラで勘弁してもらおう。で、多分これが大事。よっ。アルミホイルで巻いてあげないと土の部分が燃えちゃうから、ここだけね、こうやって巻いてあげて。フジロックって要はとりあえず真っ先に食べるのこれだよね。よし、じゃあこれ並べて。本当それ食べる、うん、だってこれカレー星人の、うん、一番焼けるかなこれ。まあいいや、いい次ラムチョップ。ラムチョップもさ、やっぱフジロックといえばラムチョップじゃない。長岡屋のこっちか。でね、シーズニング、ケージャンシーズニング使います。取ったよ、取ったよ、うん、うん、こんくらい入ってるもんがね、見えるかな、食塩、パプリカ、オニオン、その他香辛料、うん、その他ってなんだろう。ラムにはクミン、あ、どうしたかな、これこっちもクミンをちょっと出したい。カミンだけでいってそしたら同様に、こんな感じで並べていく。なんかもうあれかな、気まぐるか、草っぽかったな、やめよう、人のネタを使うのやめよう。今のはパクリっぽかな。はい、あ、くそくそ。あー、間に合わねえ、さすがに間に合わねえよ。まあね、はい、こんな感じで、グリルで焼いていきます。大丈夫、忙しい、グリルの時間どうしようかな。とりあえず生の肉だから12分でいこうか。オッケー。で、ちょっと、洗います。急げ。はーい。見てらっしゃい。いいな。あ、テストしてきてよ。もしある。分解。よろしく。うん。セッティングよろしく。よし。で、八つ揚げさん。八つ揚げさん、今回はフライパンで。
やってきます。で、焼いてる間に、はい、舞茸、新潟といえば舞茸じゃないですか。で、田中熊吉っていうところの舞茸、毎年よく食べてるんですけどね、舞茸うまいよね。手で適当にもう先にちぎります。キノコ類は包丁を使わずに手でこうやってちぎってあげる方がなんか美味しい。よし、こんな感じでいいかな。ほい。で、ニンニク。皮が剥きづらいね。こういうのに時間がかかるんだよな、無駄に。せい、はい、ニンニクはシェ、潰す潰す。はい、これで OK。粗くでいきましょう。せっかくだからこの余った豚バラ使っちゃおう。どんな感じかってか、こうだな。オッケー。材料で忘れたけど、はい、バター、バター火にかけて、ニンニク、ハイネケンうまいよね。今回は作り方が雑になっちゃうけども、まあ、フェスということで許してください。ブロックだからしょうがない。いつもだったらここでさ、じっくりニンニクの香りをバターに移してとかやるんですけど、でも雑に雑に、はい、もういきなり肉、肉塩軽くかけとこうか。肉もしっかりネイラにつけてとか考えるんですけど、何せごめんなさい、フェスなんで、すっごいフジロックだからしょうがない。大体さ、フェス飯なんかさ、こんなこと言ったら怒られるかもしれないけど、
適当でいいと思うんだよね。一流料理を、一流レストランの料理を求めてきてるわけじゃないんだしさ。あ、そうそう。舞茸入れたからには薄く塩ね。塩の浸透圧で早く火が入る。こうやってさ、見てね、いつもとなんか全然違う感じになっちゃうと思いますよ。たまにはこういう素な感じもいいでしょ。ちょっとひっくり返しながら焼いていきます。今ね、手でそこまで熱くないから手でひっくり返せる。あ、しかしこの舞茸いい舞茸だな。ちょっとお高いスーパーで買ったらいい感じ。どうしようかな、これ辛み欲しいな。味付けどうすかな。ニンニクバター醤油、みりんと醤油と、みりんだねか。もうシンプルに醤油だけにしよう。塩と醤油だけ。胡椒くらい振るか。塩と胡椒、残り3分。OK、OK。こんな感じ。お、いい感じに焼けてんじゃない？よし。はい、チェック。まだ。豚は、まあ、いい感じ。ラムが面白いか。うん、うん、やっぱ12分っていうのはすごい絶妙な時間だったな。全体がこうやってしんなりしてきたら醤油小さじ2くらい、少しね焦がして鍋肌に入れて焦がしましょう。さっき強くてね。おー、いい香り。この香り飲める。もう酒飲み終わったってよ。うわ、やば。うん、ちっちゃいとこ、ちっちゃいとこ。お味に、おっほー、最高。伊豆しめ、はい、OK。 こいつもだいぶいい感じかな。焼けた。見えたね。ほら、こんな感じ。竹串でちょっと刺して下唇に当てて、うん、ちゃんとあったかいね。豚バラの方も、うん、大丈夫そう。火入ってるね。OK。
よし、じゃあ盛り付けていきましょう。あ、そうか、これ豆腐切るからな。よし、厚揚げもこんな感じで OK。 途中は厚ですか、途中は見た途中を揚げをサクッと、どう切るかな。はい、じゃあ盛り付けていきます。白くていきます。で、厚揚げにはしょうが粉、もう終わる。できた。そうだよ。うんうん。しょんたらーとね、垂らして。今ここでは取らないで。はい、次ラムチョップ。長岡屋さん風に。ラムチョップもさ、フジロックの定番というか名物というかね。はい、大丈夫大丈夫。はい、で豚串。毎年本当美味しいよね。こうしようか。はい、で、キノコ、タナコ、クマキチ、インスパイア。テンション高くいかないと。フジロックだよ、フジロック。年に一度のお祭りだよ。聞いてくれる ?2019 年は、18年まで結構ほぼ毎年行ったのにさ、2019年骨盤ポッキーして行けなかったじゃん。そしたら2020年は、コロナでなくなっちゃったじゃん。で2021年今年もう結局なんかコロナでどうしようこうしようっていったらにチケット売り切れちゃってね、3年も行ってないんだよフジロックに。つらみつらみしかない。で最後レンチン枝はね、この全体的に茶色いプレートにさ、少しくらいはさ、緑のものがあった方がいいかな的な。はい、フジロックプレート完成。イエーイ。はい、最後までご視聴いただきありがとうございました。今回の料理の PFC バランス表はこちらです。作り方は概要欄に書いてありますので、ぜひそちらもご覧ください。今回の動画が美味しそうだな、役に立ったなと思っていただけましたら、チャンネル登録、高評価押していただけると嬉しいです。コメントもお待ちしてますので、感想や料理のリクエストなどございましたらぜひよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。